タリン。タリンはバルト海東部のフィンランド湾に面するエストニア共和国の首都。旧称はレバル、ドイツ語、デンマーク語、ロシア帝国時代の名はレーベリ、ソビエト連邦時代の名はタリンである。人口約42万人。旧市街は世界遺産タリン歴史地区に指定されている。タリンはフィンランドの首都ヘルシンキ。 ロシアのサンクトペテルブルクと同じく、フィンランド湾に面する主要都市の一つであり、2011年の欧州文化首都である。また、中世ハンザ都市の一つとして栄えた港湾都市で、現在もバルト海クルーズの主な寄港地の一つである。2008年には、NATO のサイバーテロ対策機関の本部が置かれた。 フィンランド湾南岸のタリンから、東湾北岸のヘルシンキまでは 85km、東湾東欧のサンクトペテルブルクまでは 350km の距離である。1154年、イドリースイーの手による村アビト町の世界地図では、クルワン、QLWN として記されている。また東スラブの年代記では、コリバン、コリーブンとも表記されているが、これらは、 エストニアの神話に出てくる英雄、カレフ、コリーブに由来する。13世紀までは、リボニアやスカンディナビアの人々は、リンダニサ、リンドニーザと呼んでいた。これは、エストニアの国民的女子,子であり、その英雄であるカレビポエクの母の名にちなんでいる。彼女は亡き夫の墓を作るために和を積み上げ、それが、トームペアとなった、とされる。1291年に、 デンマークに占領されると、エストニアの地方名の古名から、レバルとなった。1918年に、エストニアが独立すると、タリンとなった。エストニア語で、デンマーク人の城という意味である。1050年に、今日、トームペアと呼ばれる、中心部の丘に、最初の要塞が建設される。トームペアとはドイツ語で、聖堂の立つ丘の意味である。13世紀初頭には、 ドイツ騎士団とデンマークオーラによる北方十字軍によりロシアとスカンディナビア結ぶ軍事戦略地点として大いに着目される。また、ノブゴロドと西欧を結ぶ中継貿易で繁栄を築く。1219年、デンマーク王バルデマー二世が十字軍を率いて侵攻し、ここにトームペア城を築いた、これがタリンの名の由来となった。 1285年には、ハンザ同盟に加わった。ハンザ同盟都市としては最北に位置する。1346年、デンマークは、バルト海東海岸地域の植民地を、銀貨1万3000マルクで、ドイツ騎士団に売却し引き上げた。これ以降、20世紀になるまで、バルトドイツ人の影響が残る。しかし1561年、リボニア戦争によって、 旧ドイツ騎士団国領のテルッラマリアナは解体し、北部はスウェーデン領エストラント、エストニア公国となったバルト帝国。1583年のリボニア戦争終結後もスウェーデンの影響力は増していき、その後、1629年までに現エストニアのリボニア北部も支配下に入る。レバルはエストニア公国の首都となり発展していくが、その後、 大北方戦争により1710年にロシアツァーリ国の支配下入り、エストニア公国は1721年にロシア帝国の権に格下げされた。1918年にエストニアが独立するとその首都となった。しかしその後ドイツ帝国の軍事占領を受ける。ソ連との戦争を経て、1920年タルト条約で独立が承認される。 第二次世界大戦初期の1940年、ソ連の軍事占領を受け、1941年から1944年の間は、ナチスドイツの占領下にあった。ナチスドイツの撤収後は、ソ連が再侵攻し、ソ連領とされる。1980年代後半、ソ連の崩壊の兆しとともに、独立の機運が高まり、1988年、タリン近郊の 歌の腹に約30万人、当時エストニア全土の人口は約150万人が集い、ソ連により禁止されていたエストニアの民謡などを歌う事件があった。これによりますます、独立の機運は高まり、1989年にはタリン、リガ、ビリニュスのバルト三国の三都市を人間の鎖で武運動、バルトの道に100万人が参加した。 1991年に独立回復を達成。このことから、エストニアの独立は、歌による革命とも言われることがある。タリンの人口は43万772人、2014年、であり、2013年の住民の民族構成は、エストニア全体の統計と比べると、ロシア人の割合が高い。在住のロシア人やウクライナ人の多くは、エストニア国籍を保持しておらず、 EU 内では最も EU 以外の国籍を持つ住民が多い都市となっており、2009年統計によると全体の22%が EU 以外の国籍住民である。また、言語も公用語であるエストニア語と公用語になってないロシア語の割合がきっ抗している。しかしながらロシア語の看板、表記は制限されているために人口の半分を占めるロシア語圏の都市という印象は 小さい。資本主義社会への移行、EU 加盟などを気にして、タリンの経済は大きく変貌を遂げた。第一に、西側資本の流入が挙げられる。とりわけ、隣国フィンランド企業のタリンへの進出が盛んで、百貨店のストックマンがショッピングモールを開業させた。また、北欧資本のホテルの開業も相次いでいる。情報技術、IT 産業が盛んで、 バルト海のシリコンバレーとも呼ばれ、実際にタリンはカリフォルニア州のシリコンバレーの都市ロスガトスと姉妹都市になっている。スカイプスカイプが開発されたのもタリンである。旧市街は下町のロワー,ータウン、ロワータウンと山の手のトームペアからなる。ロワー,ータウンは城壁など欧州でも最も保存状態の良い旧市街地の一つである。山の手のトームペアは 石灰岩でできた丘で、トームペア城を中心に歴史的建造物が多い。1219年6月15日、この地の攻防戦の際にデンマーク国旗は誕生した。トームペアを中心にタリン歴史地区は1997年ユネスコ世界遺産に登録された。フィンランド湾を隔てて向かい合うヘルシンキとは、わずか80キロしか離れておらず、 フェリーで3時間程度、高速船なら1時間半程度の距離である。フィンランドよりも物価、特に種類が安いため、多くのヘルシンキ市民がタリン市内へ買い物客として訪れる。オーランド諸島、ストックホルムやドイツのロストックなどにもフェリーの定期便、ある。欧州でも最大規模の船会社であるエストニアのタリンクのハブ港である。 ヘルシンキからタリンリガワルシャワを通って、プラハに至る高速道路、ビアバルティカの北側の起点にあたり、北欧と中央を結んでいる。サンクトペテルブルク、リガなどには、鉄道が通じていたが、エストニア国鉄の路線運行見直しにより、直通列車は運行していない。ゴーレールの運行によりモスクワのレニングラーツキー、駅への便だけが運行されている。 ローカル線も廃止された区間が多く、利用価値があまりない。その反面、長距離バスは充実している。ユーロラインズをはじめ各社が、国内、サンクトペテルブルクや、バルト三国の諸都市、ドイツやイギリス、ポーランド等への路線を運行している。ラトビアの首都リガからは、バスで、約5から6時間、サンクトペテルブルクからも6から7時間である。 市内から 4km、ウレミステ湖の東岸にある、タリン空港、ウレミステ空港には、エストニア航空の国際線のほか、ヨーロッパの主要エアラインが乗り入れる。空港の拡張近代化工事は2008年に完了した。ヘルシンキとの間にはヘリコプターによるコミューター便もある。バス、市電及びトロリーバスがある。なお、タリン市民は発行されるカードを使うことで、 無料でこれら交通機関を利用できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。